トイックの結果取りましたよ、早くしかとさ。もう出るんですか。もう昨日出てます。じゃあ、はい、見ますか。してくださいよ。いや、もう持ってます。あ、もう分かる。はい、もう河合さんにログインしてもらってます。あ、なんか楽しくなったな。マビリティーズメジャーのびっくりするんだ、正当理想。結果はですね、エアコンない。エアコンない、この辺。はい、まずはトイックの結果取りましたよ、はい、藤川先生。もう出るんですか、トイックの結果。もう昨日出てます。あ、そうなんですか。はい、昨日出てるんですけど、1日経たないと実はアビリティーズメジャードって正答率出ないんですよ、トイックって。はい、なんで今からアビリティーズメジャード今日出てますんで、はい、正答率ですね、そちらも見ます。で、飛行機がうるさいもう天ちゃんが来る前まではめっちゃ静かだったのに、もう遅刻してくるから、はい、すいません。はい、で、はい、その、あ、そうですね、そこでなんか声がちっちゃくて困るって言って、マイク使えやってコメントいっぱい来たんですけど、使ってます。マイクあります。はい、マイクあるのに声が小さすぎていつも大変なんです。はい、で、AK の方もたった今結果が出ましたんで。あ、今出たんですか。5時からなんで今5時です。はい、なので、はい、はい、今出ておりますので。そうなんです、だから今日5時撮影だったわけですね。はい、で、私はだからこれ撮ったらもうすぐに東京に戻んなきゃいけないので、はい、はい、あなたの到着時間によって新幹線変えるんで。あ、はい、すいません。だから新幹線のやつ撮ってないんですよ、まだ。はい、じゃあ、はい、見ますか。今どっちから、トイックです、トイックです。はい、いや、もう持ってますし。あ、もう分かるんですね。はい、もう河合さんにログインしてもらってますので。あ、トイック、目標何点でしたっけ。ちょっと杖置きましょう、なんか杖持ってると変な感じ。これでぶん殴られたら困ります。いや、そんなことしないはい、目標点が500点で、感覚としてはどうだったんですか。だってさ、あの、なんかトイックはやってて楽しんでって松原さんのチャンネルで言ってたんですけど、なんか楽しくなったんですよ、やってて。どういうこと。森田先生の単語帳はね、で出てる単語がいくつかあって、うん、そうですね、まあまあたくさん出てくるはずです、基礎単語帳ですから。はい、わかんないですよ、結果によってはネガキャンですから。え、結果によってはネガキャンですからね。ネガキャンってなんですか。やったじゃん、このくらい3回目ネガティブキャンペーンですよ。プラスじゃなくてマイナスに働いちゃいますよっていうことですね。はい、はい、ではそれぞれ見ていきますね。はい、今目標500点で、まあ いろいろありました、トイックに関してはね、東洋とかね、スコア東洋事件とかありましたね。はい、あれいうのを乗り越えて、で、いろいろ見直したら、あの時の点数は結局不明なままなんですよ、てんちゃん出してないので、わからないんですが、その前の IP の下りは俺見てるんだね。はい。そう、見て、この出してなかったんですよ。で、みんな謎のまま、そう、大学で受けた IP テストの結果俺見てるんで、で、わかんなかったと。思いますけど、まあ、あれから何年、1年経ってあの時の点数からどう進歩したのか。いや、進歩してないんじゃないですか。いや、自分で何下げたの。はい、そうですね、点数じゃあ発表します。あれ隠さないといけない、別に誕生日は知られてるもんね。はい、はい、ただあの QR コードは隠さなきゃいけないんで、 QR コードを隠さないと。結果はですね、270点です。楽しくなってきたと言った。ちょっと画面外に出ないでください。楽しくなってきたと言っていたんですが、はい、270点という結果になりました。そして、270点で、それぞれじゃあリスニング、リーディング、はい、どっちの方ができたとかあります？こっちの方が。リーディング、まあ、トイックはリスニングの方が高く出やすいんですね。はい、そうなんです。はい、どんなレベルでもそうです。で、リーディングの方が出にくいっていう風になっているんですが、まあ、リーディングの方ができたと思った。でもなんか最後10問ぐらい残したんじゃなかった？あ、残してます。いや、10問以上、20問。20問ぐらい、はい、残したその結果と、まあ、リスニングを全部解いた結果が、どちらも135点です。両方とも135点となりました。はい。はい、ということで、こんな感じでございます。結果としては。あ、見せても大丈夫なんですか。大丈夫。あ、はい、ということでございます。はい、ということでした。270点でございます。どうですか、ちょっとこのさ、この顔もどうしたの、これ。こんな顔してますね。こんな顔してなんでこんな顔してんの。はい、ちょっとこれ、あの、面接の時に、うん、
貼った履歴書の写真です。ああ、そういうことですか。まあ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 。で、マビリティーズメジャーのびっくりするんだ、正答率。こんな正答率見たことない。私、たくさん見てきました。そして、270点ぐらいの生徒もいっぱい見てきました、大学で。もうそれぐらいの生徒いっぱい見てたんで。あ、ちなみにそのね、 IP で公開しなかったのもほぼ同じですね、はい。うんって覚えてる？覚えてないです。ああ、はい、学校で受けた IP もこんな感じでした、はい。で、いや何がすごいって、まあ見せていきますね、そのじゃあ正答率。最初まあいいや、もうドンと出しちゃいましょう。こんな感じです。いや、こんなの見たことないよ。綺麗にできてない。31、31、33、30、24とかですね。こんなにまんべんなくできてないっていうのはなかなか見れないですね。だからこれリスニングですか、ね、リスニングです、うん、ほぼできない。え、もう分かる問題あった？何問か何問っていくつだよ。分かんない。いやだからほぼほぼ135なんで、適当にマークしたのとあんま変わんないって感じですね。そんなつもりはないんです。そんなつもり、いやいや、適当にマークしてなくても適当にマークした人と同じぐらいの点っていう感じで、僕が一切何も聞かずに何も読まずに選択肢だけで解いた点に負けます。選択肢だけを見て今までのトイックからこういう傾向でってやったのにボロ負けします。はい。はい、では続いてリーディングです。はい、リーディングのアビリティーズメジャーとはこちらでございます。はい、44、33、36、33、38、これも綺麗にできてないですね。推測が一番高いっていうので、これはかなり勘が当たってると。かなりっていうのもなんですけど、平均が58、一番低いんですよ。平均が一番低いのにそこが一番高く出てるっていうので、まあ、どれもまんべんなくできてはいないんですが、まあパート7の勘が当たったかなと。最後こうやって全部 CE とか塗ったんでしょ、一番最後の、うん、はい、それで点数が高くなったと。あ、へえ。じゃねえよ、適当に塗ったおかげで逆に点数が高くなったってどういうこっちゃ。パート7で20何問ってことは、そこに推測の問題が、これ推測に関わる率がいっぱい入ってるはずなんで、後半ね、はい、だからそこをシーってやったらそれが取れたっていうね。この間の早稲田で話題になってましたけど、適当にマークしたら点数与えないって言って教授が怒られてましたけど、はい、それの設計の、はい、それだったらもう最悪ですよということです。だからリスニングは全部やってまんべんなくできない、リーディングはまんべんなく、まあ、まさに語彙とか文法とかまんべんなくできないんだけど、できないんだけど、最後にシーって連続でやったおかげで、はい、上が上がったっていうですね。そうだから適当に全部マークした方が点数が上がってしまったというですね。だからある意味間違いを塗りまくってたってことです、その前まで、ということでございます。はい、はい、どうですか。いや、もう どうですか。何も言葉が出ない、はい、何それ前回のあのやつと同じですよ。模試の結果の時とリアクション同じですよ。トイックって勉強すれば点取れるんですか。どういうこと。何を言ってるの。勉強しても点取れないものだと思ってるってこと。いやいや、そういうわけじゃなくて、うん、僕は無理ですかってこと。いや、うん、なんだ、単語、うん、しっかりやって、うん、って語彙もこんなに低いの。単語だってしっかりやれてないじゃん。覚えてないもん、600覚えてないでしょ。いや、結構やり込んだつもりなの。結構やり込んだつもりじゃ困ります。結構やり込んでどれだけちゃんと身についてるか、はい、何割覚えたとかね、もうちゃんとしてくださいよ。恐ろしい、恐ろしい結果。本当だ、履歴書のさっきの写真と同じじゃん、これ。これ同じ写真じゃん、ちょっと隠して。ってかさ、え、衝撃の内容が書いてあるんだけど、これ。あ、これは言わないでください。はい、ちょっと写真見せようとしただけなのに衝撃の内容が書いちゃったんですけど、はい、ちょっと、まあこれカットだけど、まあまあまあということでございました。はい、
では続いて英検の方に行きたいと思いますので、あ、2本目じゃないですか。2本目に行きます。もちろん、はい、これ1本目ですので、これまあトイック前日なんで、まあ、トイックの動画になってますけど、まあ、日曜か月曜出せたら、その土曜日はちょっとあのトイックの動画になるので当たり前ですけど、毎回トイックがあるので、が土曜日ですか。これ、トイックのやつは金曜日。あ、金曜日。明日出てますね。はい、で土曜日はこれトイック受けるから、そのトイックの動画が出るから、ああ、英検の動画出せないから、はい、その後になります英検の方が。日曜日か月曜日。そう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 、その辺になると思います。はい、では次回英検いきたいと思いますので、はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。すごい髪型になってる。